ケテン類の構造式。ケテンとは構造式 CH2 イコール C イコール O で表される有機化合物である。また、ケテンと同様にアレン型に炭素二重結合とカルボニール二重結合が連結したクムレン構造を持つ化合物群もケテンと称される。ケテンのベータ炭素の置換器が1置,置換のものをアルドケテン、2置換のものをケトケテンと呼ぶ。 ケテン単量体は分子量42.04、有点摂三134.1度、沸点摂四41度の刺激性のある有毒な機体である。宇宙空間に存在することが判明した化合物の一つ。またケテンは容易に二量化して β クトン構造を持つケテンとなる。ケテンは刺激性のある有毒な液体で分子量84.07。 有点摂取6.5度、沸点摂取127.4度、比重 D1.09 である。CAS 登録番号は674から82から8。化点単量体はアセトンあるいは、酢酸の熱分解により合成される。一方、痴漢化点は相当するアルファブロモカルボン酸周化物に、金属亜鉛を作用させるか、相当するカルボン酸塩化物に、 第三級アミンを作用させて生成する。ケテン単量体は、水産機あるいは網の元と容易に反応して、相当するアセチル化体を与える。すなわちケテンは、アセチル化剤として重要である。また、ケテン単量体は、無水作酸合成の原料でもあり、工業的には、無水作酸は、ケテンと作酸とを反応させて製造する。また、ケテン類を、 カルボニル化合物と反応させると相当するベータラクトン体が生成する。ケテンは反応性が高い、気体のアセチル化剤のため、目及び呼吸器に対して刺激性を有する。特に肺にまで吸引してしまった場合は、数時間後に肺気種を引き起こし死亡に至る危険性があるため、軽度に見えても医療機関で治療すべきである。ハード、CDORG、シンス。 コール、ボリューム1、P330 ボリューム4、P39、オンライン版。ありがとうございます。